UEFAU-21 欧州選手権2015は第20回目の UEFAU-21 欧州選手権である。本大会は2015年6月17日から6月30日にかけてチェコで開催され、スウェーデンが初優勝を果たした。なお、今大会はリオデジャネイロオリンピックの予選を兼ねており、グループステージの各組上位にチームが 出場権を獲得する。ただ、1993年1月1日以降に生まれた選手が出場できるリオデジャネイロゴリンのサッカー競技とは年齢のカテゴリーが異なっている。2012年3月20日にトルコのイスタンブールで開催された UEFA 執行委員会の会合において本大会をチェコで開催することが決定された。なお、本大会においては 誕生日が1992年1月1日以降の選手が参加することができる。試合会場は以下の通り。組み合わせ抽選会は2014年11月6日にチェコプラハで開催された。抽選において開催国であるチェコは自動的に A1-1 に入る。また参加チームの中で U-21UEFA ランキングにおける。 最上位のチームは B1-1 に入る。また、ランキング23位のチームはそれぞれ別の組になるよう、シードされる。それ以外のチームは、ノンシードチームとしてそれぞれ抽選される。大会全体の日程は、2014年12月2日に正式に発表された。試合開始時間はすべて、現地時間グループステージにおいて各組上位にチームは、 リオデジャネイロオリンピックの出場権を獲得するただし、イングランドは、オリンピックの出場資格を許さないため、もし、イングランドが、グループステージの上位2チームに入った場合、各組3位同士が、プレーオフを行い、勝者が、オリンピックの出場権を獲得する予定であったが、イングランドが、上位2チームに入らなかったため、プレーオフは実施されなかった。もし実施されていれば、 2015年6月28日18時からスタデオンミロスラババレンティで行われる予定であった。各グループで勝ち点が同点のチームが2つ以上ある場合は以下の順に比較して順位を決定する。当該チーム同士の対戦における獲得ポイントの多少当該チーム同士の対戦における得失点差当該チーム同士の対戦におけるゴール数の多少1。 3を適用後においても2チーム以上に差がつかない場合は、それらチームに1、3を適用して、再度比較する。それでも決着しない場合は、5以下へ進む。当該チームの全試合における、特殊点差当該チームの全試合における、ゴール数の多少比較対象が2チームのみで、かつ、グループリーグ最終戦で、なお差がつかない場合、PK 戦を行う当該チームの、 本大会組み合わせ抽選会時点での UEFA、ランキングポイントの、比較チェコ V デンマークドイツ V セルビアセルビア V チェコ、ドイツ V デンマークチェコ V ドイツデンマーク V セルビア、イタリア V スウェーデンイングランド V ポルトガルスウェーデン、V イングランドイタリア V ポルトガルイングランド V、イタリアポルトガル V スウェーデンポルトガル V ドイツ、デンマーク V スウェーデンスウェーデン V ポルトガル最終、結果各表彰は、 以下の通り、1994年大会までは、チェコスロバキア代表として出場。1990年大会までは、西ドイツ代表として出場。1978年大会から1990年大会は、ユーゴスラビア代表として出場。2004年大会及び2006年大会は、セルビア・モンテネグロ代表として出場。uefa.com 大会ページ。 ありがとうございます。